中須達也、37歳、熊本県から参りました。健全な出会いを約束する、独身証明書の取得代行サービスを始めたい。令和の虎、その思いを金に変えろ。志願者進捗ロケ。あ、着いた。よし、益城町とか甲子市とかよくわかんないっす。はい、この中にあるの、これは何ですか？もともとですね、はい、ここが西郷市町役場だったんですけど、はい、そこの跡地をですね、はい、あのレンタルスペースみたいな形で、いろんな企業に貸し出してるんだ。そうです、そうです。なるほど。うちもそこの事務所の一角をお借りして、そういうことですね、はい、事務所にしてるんですよ。じゃあちょっとお邪魔しましょう、はい、ご案内いたします。はい、簡単に3階建ての建物で、はい、下ですね、ここの102、そこのすぐ角なんですけど、はい、そこに借りてるんですよ。じゃあこれだけの数いろんな企業入ってるってことですか？そうです、そうです。へえ。マイクロオフィスって言って小さい、あの区割りのところもあったりして、はいはいはい、あの入られてる企業さんはすごく今多いんですよ。へえ。これだ、102。そうです、うちですね、こちらになります。じゃあお邪魔します。隣が映像配信のスタジオ で、 ほうで、これがここで Zoom の会議をやったりとかするときの、はい、まあ、配信のスタジオになっています。会議室に行ったりとか、うん、ホールに行ったりとか、機材を持ち込んでの配信の事業もやってるので、うん、一応あのこっちのイニタリっていう野望の方のやつでもやってます。はい、でこちらが行政書士事務所ですね。分かれてるんだ。はい、もう真ん中でいただけ立てて、あの事務所自体は1個借りてるんですけど、ね、はい、皆さんこんにちは。今日は熊本市ではなくて甲子市、ね、にいらっしゃいます独身証明書を代行したいというねプランで、お盆の生配信で出てこられた中田さんのところにお邪魔してます。よろしくお願いします。はい、さっきね中田さんのところ行ってきたんですよ。いい絵が撮れたんですよ。天気も素晴らしい。いやもう本当にね、すごいいい絵が撮れた。やっぱりあの本当にすごい素敵なね畑があったし、何よりもあの熊本の大震災の時のね、あの断層とか、うん、ね、いろんなことでいい絵が撮れたんですけど、ここはどんな絵が撮れるんでしょうか。先に紹介していただきたいんですけど、この場所っていうのはルーロ甲子、これもともとは西郷市町役場の跡地になります、うん、合併して甲子市になったので、はい、なるほど。ここの調査が丸々余った形で、はい、これは両方で何坪ぐらいあるんですか。わあ、ちょっと私も存じてないんですけど、はい、かなり広いですよね。はい、一月の家賃いくらとか聞いちゃダメ。ここ全体で大体10万円くらい、はい、でも10万円はかかってるんだ。はいですね。ただこっちの半分は、はい、あのサイバートレインのサイバーさんって言って、いつも一緒に配信のお仕事をされてる方に借りていただいてるので、うん、なるほど、はい、私は実質5万円で向こう。じゃあ中須さんの家賃は5万円ぐらいですかね。さあ今日初めて中須さんのことを見る視聴者の方も結構見えると思うので、改めてあなたのサービスをちょっと紹介してもらっていいですか。まず独身証明書っていうところをちょっとご紹介したいんですけど、はい、これがまあ婚活とかをされている方が使われている独身を証明することの証明書になるんですけど、うん、独身証明書は本籍地のある自治体で取得することができます、はい、なので例えば東京の方が熊本から出たりとかされたら、当然本籍は熊本になるので、うん、はい、結婚相談所に登録しようとか思った時に、うん、わざわざ熊本の方に郵送でですね、うん、申請とかしないといけないということで、はい、まあ、手間がかかるということで、はい、うちはそれをホームに入力5分で簡単できますよ、うん、でクレジットカードの支払い3600円で24時間いつでも申請できますということで、あのご提案させていただきます。ということの大好評ということですよね。そうです、はい、配信がですね9月だったと思うんですけれども、最終的にはそれから3ヶ月ぐらいから経ってますけれども、ちょっと進捗を教えてもらいましょうか。はい、まずどれぐらいの利用が合ってるかっていうところだと思うんですけど、はい、大体、1週間に3件程度なんです、ね、うん、3件ぐらい、はいはい、思ったよりちょっと少ないなというような印象で進んでますね、うんうん、はい、反響といいますか、はい、ちょっとその放送されたらすぐボンってちょっと上がるのかなと思ったんですけど、うん、あまり変わらない形で、はいはい、ずっと3件ぐらいのペース。いやそらそうよ、あまりにもニッチだもの。だってじゃああのね、うちの視聴者の中にそういう対象の人がどのぐらいいるかっていうところを考えた時にはなかなかそう簡単にいかないですよ。まあもともと大体そうかなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、なので、まあ、それはそれで置いといて、うん、このままじゃ多分ダメだろうってことで、はい、あのいろんな事業者さんとです
ですね、つながりっていうのをフル活用させていただいて、うんうんはい、やはり令和の虎に出たからお話聞かせてもらえますかってちょっとこうダイレクトメッセージとか送ったりとかする時もかなり反応が良くて、そのハードル低くなるね、かなり、はい、そうだよね、ちょっと面白そうみたいな感じですごいお話聞いていただけるんですけど、はい、なのでその面ではめちゃめちゃ助かってて、だいたい週に2人から3人ぐらいの結婚相談所の方とちょっとズームで面談させていただいて、はい、なるほど、まあ、今時はズームがあるからこれ便利ですよね、はい、本当にですね、うん、あとはあの婚活アドバイザーとか、はい、なんかそういった方たちにちょっとこうスポットを当てて、うん、需要としてはどうですかねっていうところと、うん、こういうのをご紹介していただけますかっていうと、うん、パンフレット送っていいですかっていう、まあ、3つなるほどでちょっとあのお話しさせていただいてる感じですね、はい、なるほど。じゃ今のところはさっきおっしゃったように月でも10人とか12人とか、うん、そんなレベルですね、うん、もう一回あのちょっとおさらいなんですけど、1人そういう方を、まあね、利用されるとどのぐらいお金入るんでしたっけ。もともとサービスの申し込みが3600円ですね、はいはい、で、経費的なものは1100円くらいの感覚で計算してますので、うん、2500円かそうです、はいまあ、10人でもじゃあ2万5000円とかっていう世界ですね、はいまあ、これじゃあちょっとなかなかまだビジネスとは言いようがないよね。そうです。なので、はい、やはりこれはたくさん処理しないと、うん、鼻から儲からないビジネスなんです、うん、なんでちょっとこの出演者的にも言ったと思うんですけど、はい、ちょっと手かけるぐらいだったらですね、うん、ちょっと割に合わない仕事なので、うん、できるだけもっとこう数増やしていかないといけない、うんうん、令和の虎の視聴者にですねそういうものが必要だというふうに思われる方がどのぐらいいらっしゃるか、これも最初から議論になったんですよね。そうです、はい、社長から言われてましたね。はい、桑田さん待ってましたよ。申し訳ないですまあでもさ、このままではねなかなかそんなに大きなビジネスになり得ないので、あなたとしての一番のこれからの工夫はどこにあると思いますかね。認知を広げるっていうことと、はい、あと事業者さんにですねいかに効率的に合っていくかっていうところを、うん、方向の方を少し変えさせていただいて、うん、オンラインでやる合同展示会っていうものがありまして、はい、そこにですねちょっとあの婚活ブライダルビジネスエキスポっていうところがあって、はい、そこに毎月、はい、第3月曜日にちょっと出展させていただくことになったんですよ。はい、でそれが要はズームでやる合同説明会みたいな感じになって、今時合同説明会ズームであるんだ。そうなんですよ。月1万円ぐらいの出店料で割と結構なんかリーズナブルなんですけど、なるほど、はい、で去年の大体まだ8ヶ月ぐらいしか経ってないっていうことですけど、うん、他にもなんか企業副業とかゴルフとか、はい、いろんななんかカテゴリーができていて、全体で350出店ぐらいあるんですよ、結構なんか。でそれを例えば見に来る人は何を見てあなたのところにたどり着くんですか。結局はみんなで告知をして、はい、で関係しそうな人をその会場の方に、うん、Zoom の会場の方に呼んで、うん、でいろんな人のサービスを見ていただいたときにちょっと興味があるところにこうブレイクアウトルームで入ってくるんで。なるほど、はい、それが毎週月曜日にあるんですか。あ、それがですね月の第3月曜日、第3月曜日に決まってるんですね、はい、ですね、はい、でそれの5時から8時までかなでやっていって、でそれに毎月毎月出店していくと。ただなんか私から出せるメリットみたいなやつが今ちょっと少ないなってことで、うんうん、まあ、他の参加者の方とかにも少し相談したら、はい、ちょっとアドバイスとして、うん、独身証明書っていうのは、はい、婚活サービス、ブライダルサービスの一番頭に来るサービスになると、うん、なのでそこで L ステップとか、はい、メーリングリストとか、はい、そういったもので会員の方をちょっとこう獲得することができれば、うん、その後ろの人のその、はい、事業にもすごいメリットになるから、まあ、確かにそうですね、はい、婚活とか、うん、まあ、そういうブライダルとかに関係あるような情報を、うん、まあ、定期的に発信できる仕組みを作ったらどうかっていうふうなアドバイスをちょうど先週から受けたところだったので、なるほど、そこを整備して、うん、ちょっとこうやり方を変えてて、ブライダル関係の方とかにご紹介とか大きく取っていただいて、まあ、なんか知っていただければなと。うん、今ね、ちょっと話戻るんですけど、配信に出てぶっちゃけ自分の思惑としてはどんぐらい来ると思ってた。そうですね、いや1日1件は来るだろうと思ってました。結婚相談所の登録される方が主に20代の方とか28から32、3ぐらいがメインなので、まあ、少しずれてるなとは思ってはいたんですけど、ターゲット的には、うん、ただもうちょっと来るかなとは内心思っておりました。ではもしこれを端的にちょっと失敗というふうに捉えるならば、その範囲は何だ。東京の
あの事業者さんへのアクセスがこんなに難しいとは思わなかったというところです、ね、なるほどね。熊本にいるとですね、はい、社長さんと気軽に会えるんですよ、うん、まあ、連絡すれば大体社長さんが対応してくれるってところがあるんですけど、うんうん、東京の大きな大手の結婚相談所の方とかに連絡したりすると、まず広報のところに投げ込んだりとか、ちょっとこう決済権者じゃない方とのやり取りが発生するまでが結構大変、うんうん、なるほど、はい、っていうのがあって、電話のあたりにも出たしと思って気軽にちょっと連絡してみたんですけど、うん、まず返信があることがほとんどなくて、なるほど、うん、まあ、方法の方とかでも、あ、じゃあ分かりましたみたいな感じ、結構ドライにこうパサッと切られるので、うん、なんかやっぱ難しいんだなっていうところですね、うん、そうですね。令和の虎に出れば全てがうまくいくっていう話ではやっぱりないので、まあ逆にね、ナッシングになった志願者の中にもリライブシャス的になんかこう体がっていうのが、ナッシングだったけど売ってみたんですよ、うん、EC サイトで600万とか売れましたからね。すごいですね。だからそういうことを見ると、虎の子応援 EC サイトの威力たるやすごいんですよ。独身証明書も売ってほしいんですけどね。いや、売ってほしい言われてもあのね、もうこれやりようがなくてですね。そうですね。まあもちろん、あの今日せっかくこれ動画撮ってるわけですから、もう一回改めてね、あの概要欄には貼りたいと思いますけど、1週間限定でって割引っていう話じゃないじゃないですか。そうです。なんで、まあとにかく認知を広げていくしかないなと思ってますけどね。はい。じゃあ、あの最後になりますけど、中田さん、もう一回あのちょっと視聴者の方にですね、事業のアピールしてもらっていいですか。今結婚を考えられている方いらっしゃいますか。独身証明書はですね、オンラインの出会いを、結構今トラブルがすごい増えているので、お互い大切な時間を無駄にしないためにも絶対必要な証明書だと私は思っているんですね。なのでぜひ独身証明書の方を取っていただいて、独身証明 .com の方をですね、ご利用いただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでございます。今日ですね、この後あの永田さんも交えてですね、熊本市内に食事に行こうと思ってますので、本音聞きたいと思います。はい、じゃあ今日は以上ですね。ありがとうございました。はい、仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。